手入れをしたのは荒木山の古墳を検証する会のメンバーです。12日には20人のうち11人が集まり、古墳を覆い隠すように生い茂った木々を切っていきました。北房地域には周辺の地域と比べて多くの古墳があることが分かっていますが、中でも上水田地区にはおよそ1700年前、3世紀後半から4世紀前半に作られたといわれる古墳があります。1700年前というのは、古墳が作られていた時代の特に古い古墳の一つの可能性があるといいます。上水田地内にある荒木山の東西には全長45メートルと63メートルの2つの古墳があり、それぞれ荒木山東塚古墳と荒木山西塚古墳と呼ばれています。この日は前方後方墳と呼ばれる形をしている東塚古墳を中心に整備を行いました。まあ、将来的には調査をねして、きちっとこの古墳がこういう古墳じゃというのが分かってくれば、これは大変なことになると思う。大変なことにない注目を浴びて、大勢の方がまあ見に来ていただけるというように期待もしとるんですがな。今日きれいにできまして、だいたい見通しがつくようになったんで、古墳の形が誰でも分かるというようになると思います。はい。荒木山の古墳を検証する会では、この歴史ある大切な古墳を今後も整備し、後には市や県または国といった大きな規模での調査を進められるようにしていきたいということです。また古墳を地域の資源と捉えるだけでなく、多くの人に知ってもらうことで整備をする人の輪を広げ、人と人との絆を深めるきっかけにもなるのではないかと希望を抱いています。